ガブリエル・ゲイブ・ウィッチャーはアメリカの多楽器奏者、プロデューサー、編曲者であるがフィドル奏者、ボーカルとして最も有名。現楽器バンド、パンチブラザーズの創設メンバーである。2014年にはパンチブラザーズのメンバーと共にアフィリエイトスカラー・オブ・オーバー・リン・コンサーバトリーに任命される。ゲイブ・ウィッチャーの音楽活動は1984年、当時彼が6歳の頃に ヨセミテのストロベリーミュージックフェスで封切られた。彼はビル・モンローの手によってワークショップの群衆の中からステージに呼ばれ、モンローとリュオーでの演奏に誘われる。ウィッチャーは彼の父に連れられてステージに上がり3曲をステージ上で演奏した。これがザ・ウィッチャー・ブラザーズの設立のきっかけであり、その後25年間アメリカ南西部で活動を続けることとなる。 1995年、ウィッチャーは、ブルーグラス、カントリーミュージシャンのハーブ・ペンダーソンの手によって、ローレル・キャニオン・ランブラーズへの加入を打診される。というのももともとフィドルを担当していた、ナショナルフィドルチャンピオンシップ3度優勝の実力派フィドル弾き、バイロン・ベルリンがロサンゼルスからオクラホマに引っ越して、しまったからである。ウィッチャーは4年の間フィドルを務め、2枚のアルバムへ、参加した。 1999年ウィッチャーはベラ・フレックのザ・ブルーグラス・セッションズ・テールズ・フロム・ザ・ゴー・スティック・プラネット・ボリューム2に参加し、サム・ブッシュ、ジェリー・ダグラス、ブライアン・サットン、マーク・シャッツラと共にツアーを行った。2002年にはジェリー・ダグラスのバンドに加入し、2008年にパンチ・ブラザーズを結成するまでレギュラーメンバーとして在籍した。 2005年は、ケニー・ロギンスとジム・メッシーナと共に、ロギンスメッシーノで、シッチン・インアゲームツアーを行った。ツアー中は、フィドルのほか、マンドリン、ドブロ、パーカッション、歌を担当。2010年、2週にわたりデイブ・ローリング・マシーンズのツアーに参加。メンバーは、ローリング、ギラン・ウェルチ、オールド・クロー・メディスン賞のメンバー2人と、ウィッチャーであった。 2001年から2002年にわたり、イブロックとホラースコープでのツアーに参加し、ベース、バッキングボーカルを担当することで、マックスコリンズがステージ上でより動けるようになった。また、2001年の映画アウトコールドの楽曲、エニータイムでの演奏を担当。ウィッチャーは映画やテレビ番組の楽曲にたびたび参加している。例えば、アーロと少年、ハンガーゲーム。 インサイドルイン・デイビス、ブロークバック・マウンテン、カーズ、トイ・ストーリー、トゥルー・ディテクティブ、ベター、コール・ソウル、サン・オブ・アナーキーなどである。また、テレビ番組ナッシュ・ビルとトゥルー・ディテクティブのために、ティー・ボーオン・バーネットと共に曲を制作。ウィッチャーはグラミー賞に7度ノミネートされている。5回はパンチ・ブラザーズと共にであり、2回はプロデューサーとしてである。 2013年のブルーグラスアルバムオブザイヤーに輝いたビート・ザ・デビル・キャリー・エレール。2015年のブルーグラスアルバムオブザイヤーと2014年のアイビンまでのアルバムオブザイヤーに輝いたノアム・ピッケルニー・プレイズ、ケニー・ベイカー・プレイズ、ビル・モンロー。この2枚のプロデューサーは彼が務めた。また、ポール・シモン、エリック・クラプトン、エルトン・ジョン、ベック、ウィール・ネルソン、 ネイルダイヤモンド、フィオナアップルなどのレコーディングにも参加している。ウィッチャーは、エルトン・ジョン、クロノスカルテット、パンチブラザーズ、リアノン・ギデンズ、ノース・カルフォルニア・シンフォーニー、ザ・シークレット・シスターズ、ナッシュビル、トゥルー・ディテクティブのために編曲を担当している。2013年9月15日、マリー・ファーバーと結婚。グラミーアワードウィナー、ハットグラミーアワードノミネーション。 アカデミーアワードウィナー4ベストスコアハットアカデミーアワードノミネーベストオリジナルソングゴールデングローブノミネーベストオリジナルソンググラミーアワードウィナーベストオリジナルソングハットエミーノミネーテッドありがとうございます